はい、ということで僕は今ベトナムのホイアンに来ております。何しにホイアンに来たかと言いますと、この間ゆかしとの動画で取材させていただいた味噌修行プログラムの取材に来ました。ちなみに今日12月31日で年末年始なんですけども、正月返上で動画を撮影しております。このジュース、ちなみにこの武者修行プログラムのインターン生たちが運営されているお店です。こういった看板とか外装とかも学生たちが作ったらしいですよね。この店だけじゃなくて、ベトナム各地に武者修行生が運営されている、店がいっぱいありまして、そこの中でプログラム中に新規事業を考えるっていう、実際にどういったことをされているのかとか、実際にインターン生と3日間時間を共にして、皆さんにお届けできたらなっていうふうに思っております。武者修行プログラムとは、2週間海外に行き、現地にあるお店の売り上げを上げるためにチーム一丸となって新規事業を立案するという長期インターンである。このインターンでは新規事業を立案するだけでなく、施策を実際のお店で実行し、その効果を検証、実績が認められればそのお店で継続的に行われる施策となる。現地のお店のスタッフ、設備や新商品開発にかかる費用など、チームの施策に従って人、物、金が実際に動き、その規模も大きいため、学生をサポートするファシリテーターも真剣そのまま。各チームが出した施策に対し、遠慮のない指摘やアドバイスがなされ、それぞれのチームの全力を尽くす様子や様々な葛藤、参加した学生の本音などを取材した。それでは最終日2日前、気合い入れの様子からどうぞ。はい、ということでこちらのサンドイッチ屋さんも記者生が運営されているということで、お邪魔しに行こうと思います。こんにちは。これ、このクリップのニュープロダクトなんですけど、本当ですか？ちょうど今から売り出そうとしてるもの、新しい新品の、あ、美味しそう。じゃあこれ新商品になる直前というか、そうですね、市場調査の段階で、じゃあいただいてもよろしいでしょうか。いただきます。うんうん、おいしい。売れるよ。マジですか？おいしい。こういう、なんだろう、開発とかも自分たちでやるっていう。そうですね。いろんな人から話聞いて、どういうやつがいいかなって言われていて、ある時出てきたのは、じゃあこれ作るしかないよみたいな感じで。面白い。雨だな。はい、ということで続いてはフジカフェっていう日本風カフェに来ました。で、これも武者生が運営されてるんですけど、ベトナムには珍しい感じがしていいですね。お待たせしました。ありがとうございます。抹茶ミルクコーヒーです。抹茶ミルクコーヒー、すごい抹茶感がゼロだコーヒー牛乳の色がする。いただきます。抹茶の味する。美味しい。ありがとうございます。商品開発は誰がされたんですか？自分がアイデアを出しました。やる。商品化されるかどうかは未定なので、要するにちゃんとお客さんが来てもらって、この2日間個数を売って、ちゃんと利益が出るところまでやらないと、その商品化の認められない。ありがとうございました。ありがとうございます。服を買いに来たんですけど、1500円ぐらいで上下セットで買いました。ちょっと今から着替えていきます。はい、ということで48万ドンのものを30万ドンにしてもらいました。だいたい日本円でいうと1500円ぐらいですね。はい、ということで、ホイアンの中心街に今いるんですけど、ここのホイアンは街並み全部が世界遺産っていう風に登録されてて、もうなんか至る所で提灯であったりとか歴史的建造物であったりっていうのがたくさんあって、すごく歩いてて楽しいです。で、そんな中心街に武者生が運営されているなんか店とかが何個かあって、ほんと貴重な体験だよねって思ってます。こちらが武者生が運営をする、セレクトショップとお土産屋さんらしいです。ということで中に入っていくと思います。ちなみにこのお店は武者修行の修行生が大学を休学してまたホイアンに来て立ち上げたお店ということで、本当に立ち上げのところから武者修行生が出てるというお店です。大学生が作ったとは思えないね。
最終日の前日、これまでの試行錯誤を踏まえ、明日の最終プレゼンに向けた各チームの最終調整が行われる。そんな中、チーム内の意見がまとまらず、意見のぶつかり合いで試作を全く打てていないチームがある。そのチームに対し、ファシリテーターからの檄が飛ぶ。やってみたりしたんだよ、俺はそうしか言えないよ。なんでやらないの？いいじゃん、やったら。やりたいんだったらやりないよ。なんでやらないの？なんで巻き込みたいの？だってそれやってみたら得られるとかってさ、なんか引っかかるかもしれないでしょ。ぶっちゃけ今のチームの状況的にはどんな感じなんですか？もうだいぶ J7 まで来て、あと時間残りない中、どんどんやらなあかんって時に、まあ、今更こんな話してるっていうか、やれとしてくれるのに、まあ、やるかやらないかって止まってるのが、ちょっとまだまだチームとしてちょっと本音が出せないかなって。お、すごい。すごいな、これ全部自分たちで作っているって考えるとすごいな。美味しそう。パクチーとコリアンダーが入っちゃってる。私たちの商品はキバルバイミーです。特徴はホームメイドソースを使っておりまして、ピリ辛が美味しいバイミーとなっております。辛いです、そんな手軽なものはない。ああ、それがこのニューポロティの商品となります。ポップ、はい、で、これがポップの形となり、はい、ニーズが、通りかかったお客様がガッツリ食べたいとか、そこからヒントをもらえる、お好み焼きとしかないというところが気がついて、いいところは抹茶に対する大きなニーズ。それこそ日本といえば抹茶。何より今回の商品作っていただいたのは従業員の方で、自分たち自信なくても作ってくれました。本当、はい、完璧にもこのクオリティでお客様が出すことができます。なるほど。だからこそここでしか提供できない強みっていうのがこの商品にはあるかと。これで終わった無事にやるか。あー、地獄でした。まあいい意味でだよね。いい意味で最高感です。あとは、うん、やるだけですね。このプロジェクトの目標である自走式エンジンっていうところは、うん、知らず知らずのうちにジャパンを全員連れてるみたいな。1週間、先生以外の人でも多かったので、うん、全員採用になって頑張っていきたいなっていうふうに思います。頑張りましょう。行くぞ。はい、今から最終プレゼンがあるということで、2週間の最終日、みんなの成長した姿が見れたらいいなっていうふうに思っています。私は現場を見てない、直接現場にみんなの役を全部見てるわけじゃない。このプレゼンテーションに引っ張ってここに書いてない言われてないことはなかった。これからサイクルのファイナルプレゼンテーションを始めていきたいと思います。よろしくお願いします。では私たちが開発した新しい商品の抹茶クリームコーヒーで、抹茶系の新たなメニューとして、富士カフェに来るお客さんへ新たな選択肢を提案し、抹茶を通じて日本の食について興味を持ってもらい、富士カフェだけでしか飲めないという新しい価値を提供する事業だ。今日の2時から5時頃のゆっくりとした時間帯を楽しみたい人が、散策で少し疲れたフィットネスにできる場所を探しています。そういった声から、赤いプラスチック製のテラス席、外国人観光客が好まないんじゃないか、こういうかということで、黒いテラス席、そしてこれは、その低い席ではなくて、2週間という時間で自分の持つ経験や知識の全てを出し切り、チームの仲間たちと考え、実行し、試行錯誤を続けてきた、その全てを出し切った最終プレゼンが終了。それぞれのチームが出した施策は、今後もお店の施策として採用されるのか、はたまた不採用となるのか、そして最も優れたチームとは。それでは、最初のチーム。このチームは、条件に採用させていただきます。おめでとうございます。じゃあ次の質問、やってみよう。ビール、ソーダ、色、チーズ、このチームは
は残念ながら最後だし、最優秀賞おめでとう。結果を踏まえての感想を聞いてもよろしいでしょうか。いろいろな悔いとかやり残しもありつつも、自分なりに全部出し切ったと思うので、もうこれをここから学んだものをちゃんと日本に帰って世界に持っていっていきたいと思います。いいね。正直信じられないことがすごい多くて、他のグループのみんなもすごい自分たちから見て、あすごいな、こんだけこんなに行動してんだなとか、すごい失敗繰り返して、みんなすごいなってめっちゃあって、だから採用された時はすごい嬉しかったですし、もしその段階からさらに優勝っていうのは正直全然信じられなかったので、この2週間は人生の中で一番濃くて、もう非日常な環境の中にいられたかなって自分の中で思っていて、自分が今まで言いたいことが言えない性格だったり、自信がないっていうことに対して、チームでの活動の中だったり、ファシリテーターさんからチームビルディングやビジネスについて教えてもらう中で、自分がどう変わったらいいのっていうのを教えてもらって、その後実践するっていうことの繰り返しの中で、自分がすごく変わっていくことができたと思います。なるほどね。はい、ということで日本に帰ってきました。去年の年末にベトナムに取材に行ったんですけども、あれから半年ぐらい経って、やっぱり今でもあの時の学生であったりとか大人のファシリテーターの方の熱量っていうのは忘れられないんですよね。で、僕自身2019年の中で年末のあの3日間っていうのは最も熱い3日間だったので、貴重な経験ができてよかったなっていうふうに思っています。もう一個驚いたのが、海外インターンってやっぱ英語できないとダメなのかなって思ってたんですけど、ほとんどの方が英語が堪能っていうわけではなくて、できないなりに伝えるっていうことをみんなしてたので、なんかそういう能力とか関わらず参加できるところもいいなっていうふうに思いました。で、今コロナになっちゃったので、直近の武者修行プログラムは、国内になるらしいんですよね。ただ来年は再開できるかもしれないっていうことで、皆さん、まあ、国内でも来年の海外でもどっちでもいいんですけど、興味のある方はぜひチェックしてみてください。ということで今日の動画は終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあな。